サッカーでの試合での使用例、スパイダーカムは2000年にドイツのシンシエサイトムズ社が開発した空中特殊撮影機材である。1984年にアメリカで開発されたスカイカムと同様、スパイダーカムはスパイダーカム GMBH の商標である。スパイダーカムは4つのケーブルから左右上下を撮影日誌が操縦することで映画ではスパイダーマニア、 バイオハザード、トロイなど、スポーツの大会では、オリンピック、FIFA ワールドカップ、UEFA チャンピオンズリーグ決勝、UEFA ユーロ、ラグビーワールドカップ、全豪オープン、全仏オープン、全米オープン、IPL、音楽イベントでは、ユーロビジョンソングコンテストなどで使われている。2012年に開催された、チャンピオンズリーグ2020のグループ B、 ムンバイインディアンズ対シドニーシクサーズの試合中、ディネッシュ・カーシックが打った球がスパイダーカムに激突。スパイダーカムは損傷したが、試合は続行となった。また2014から15シーズンのインド対オーストラリアのテストシリーズでも同様の事故が発生。スティーブ・スミスがキャッチしたところにスパイダーカムのケーブルが引っかかった。 2017年11月7日に行われた、乃木坂46の、真夏の全国ツアー2017ファイナル、東京ドームで開催した。午後8時過ぎ、右側前方の客席に落下し3人が負傷したが、ライブは続行され、翌日、乃木坂46の公式サイトにて、昨日、11、7に行われました、真夏の全国ツアー2017ファイナルにおいて、 撮影機材が落下し、お客様が負傷する事故が発生いたしましたと発表し、事故に遭われた方には、心よりお詫び申し上げます。また、日頃より、乃木坂46を応援していただいている皆様には、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんと謝罪していた。ありがとうございます。